そのカメラ、私によこしな。これ、カチャってさ、音さ。なんか銃を取り出した音のみたいな感じに聞こえてくるんだよな。君のクラスは2年3組だっけ？グーテンタークアウフウィーダーゼン、パフパフ、乱暴な音だよ。いや、雨のせいのさ、主張が激しいわ。えらいちょっかいかけてくるよな、こいつ。操作説明はいいや。それはいいや。いや、S! あ、これってどこでも撮っていいんか。わざわざ高いカメラ買って哀れなこいつ撮りまーす。あ、ミスチュ、あ、撮れんの撮ってもしょうないもんやって。撮ってもしょうないもん思われてるわ。お前の存在撮ってもしょうないもんと思われてるわ、このゲームで。じゃあこっち。こっちは？あ、ゲット。あ、これはゲットしてくれるじゃん。これでゲットだよ。左下の女の子はさ、どうでもいいと思ったけど、こっちの方がまだ価値あるわって感じ。かわいそう。かわいそうすぎだろ、この左の女の子。ねえ、今、どんな気持ちなん？ねえねえ。さて、3階の廊下に来ました。先輩。それ制服？3年生のこの時期、勉強で大事だけどさ、運動も大事って思うわけよ。またグラウンドを走ってこようかな。うん、わかりま、うん、走ってこればいいんじゃないですか。撮ってあげますよ。撮ってあげますよ。青春ってね、タイトルつけてね。投稿します。これ一つずつ入れるんかな、部屋。入った。おー、なんか特徴的な先輩がいる。は、あ、人見知りのタイプだった。え？ちょっとお願いがあるんですけど。あ、はい。どうしたんですか、先輩。2年生の宮下くんに。はいはい、宮下くん知ってますよ。喋ったことはないけど。その、え？彼に私の写真を渡してもらえないかしら。自分でいてきたらどうすか。先輩の写真を撮って宮下くんに渡すんですか。いいですけど、あ、もしかして、付き合ってるんですか？違うなー！が、このバージの記事聞くために、どうしても必要な工程なのよ！ああ、はい。彼とは、その、主従の関係なんです。付き合っているなんて、その、大それってことは、まがまが。え、何言ってるの、この人。怖いあ、先輩から頼まれたんやけどさ、断るわけにはいかんよな。はい、これ。これですか？佐々木さん。クロマ術を宮下くんが好きみたい。主従関係とか言ってってるからな、お前。ダークフレームマスター的な人なんか、お前、その2年生の人。後輩をさ、主とすると、ちょっと、すごい変わった趣味の人ですね。まずなんですか？え、なんて、ごめん、聞きました。どこにおるって？今は主従関係結んでたらどこに行ってもわかるよみたいな感じになってるのか、お前。渡り廊下あたり、2階ね。はい、わかりました。下の階かな。全部見ていこうかなと思ったけど、先にそれ、こなしてこようかな。走りに行かんのか？宮下くん。宮下くん、こいつか？こいつちゃうんかな？あ？そういえば、君のクラスで落書きがどうのこうのってアフロくんが言ってたよ。アフロくんって誰だ、お前。気になるやつ出てきたらアフロくんって、お前。それでアフロじゃなかったら俺が無理やりアフロにしてやるからな、お前。落書きの、
なんかよくわからないけど、ゆらゆらしてるって。情報源。情報強いな、アフロ君。見てみたいわ、アフロ君。お前か？はーい。あ、こいつは、君もアプリを始めたんだね。あ、喋った！僕は結構お子さんなんだ。君には負けないよ。むむ、じゃあ結構稼いでたりするの？黙っちゃったよ。あー、絶対これ低評価バンバンつけられてるね。悩んでるやつだ。はあ、はあ、はあ、はあ。誤算イコール強いとは限らんってことですな。あ、廊下こっちにもあるけん。あ、こいつか？なんか黒魔術に染まってそうな目してますね。そう言われてみれば。こいつだ、絶対こいつだ。黒魔術のしすぎで目がちょっと充血してるやつじゃん、お前。え？あ、いや、うん。あ、いや、うん。怪しいな。何か企んでる？通報案件？違うよ。黒科学室の中に落書きあるがって聞いてたら。おお、落書き。もっと聞きたい。あ、しまった。仕方ない。みんなには内緒だよ。特別すごい落書きがあるって噂を聞いたんだ。でもこの通り鍵がかかっていて入れない。科学室は危ない薬品がありますからね。閉じまるには厳しい。どうしたもんかと考えていたんだ。だから不審者ではないですよ。いや、鍵かけとるところさ、そんな理由で開けるのは不審ですね。先生に言いつけてやりましょうがね。鍵を取ってくるんだったら、許してやる。雄大どうした、お前。あ、おい、どうした？何か見つかったか？この中にすごい落書きがあるんだって。ちょっと、勝手に教えてないでくださいよ。へえ、なんだ、鍵がかかってるのか。じゃあ、中に入る方法を探せばいいんだな。そうね。そこの君、いい話を教えてくれてありがとう。もう、入れたら僕も取りますからね。え、お前は入らせんよ。それより宮下くんは、宮下くんじゃなかったんか、こいつ。こんな黒魔術しすぎで目充血してるやつが宮下くんじゃないだなんて、こいつか。今日は風に妙な気配が混じりやがる。鬼が出るか、蛇が出るか。なんか変な独り言喋ってる。怖い。でも先輩と約束しちゃったし。いや、こいつか、宮下。こいつだった、宮下。お前、先輩からこの写真を渡してほしいってお願いされました。なんだと？あの敵か味方なのかわからない謎の女から。え、主従関係って言わんかった？味方扱いしてないんだね、君は。先輩、人かぶだ重いですね。ああ、そういう設定なんだ。自らの写真をよこすとはな。自分を信じてくれと言わんばかりだ。いいだろう。何が？あやつに俺の写真を渡すことを許可する。光栄に思うがい。ああ、はいはい。今度はこの人の写真を撮って先輩に渡せばいいのね。正直めんどくさい。さあ、ドクト撮れ。あ、でも格好つけた割に普通にピースサインなんだ。この学校こんなやつしかいないのか。わかった、取るわ。はい、はい、ピー。同級生の宮下くん、中二病だ。佐々木さんと相性は良さそう。そうやな。相性が悪いかと言ったらいい方だと思うけどさ。これ卒業の時に見せてやろうかな。卒業式のさ、中二病治っただろうあたりの時にこういう写真見せたろうかな。お前こんなんやったんやで。去年こんなんやったんやで。見せたろうかな。残しとこう、これ。なんかこいつもキャラ濃いな。うちの学校って結構スポーツに力を入れているんだよ。君も青春の汗をかかないか。多分このゲームホラーゲームなんで、後半冷や汗かくと思うんで、まあ結構でーす。先輩、もらってきましたよ。この写真、宮下くんからです。え？
宮下くんも同じようなことを考えていたみたいですよ。うわー、やっぱり私たちは太古からの契約で強く結ばれているので、偶然絶後だ。ありがとう。あ、はい。お似合いだよ、二人とも。ああ。お礼としてスカートの中は取らせてもらえませんか。またキャラこそのやつおるわだ。なんだ、目の下充血、クマできてるぞお前。はあ、みんな受験勉強、受験勉強で言い出して付き合い悪くなっちゃうし、つまんないな。先輩は受験しないんですか。いやー、一応するけどさ、なんか切羽詰まってるのは違うよねってだけ。うん、そうやな。ほどほどに勉強しとけばとりあえず入学できるんですよね。ちょっといろいろ回っていきたい。せめて 3年生の廊下全部回りたいな。退屈だな。そういえばさっきから1年生が騒いでるみたいだけど、上級生として見に行くのもなんだかな。まあそもそも人見知りなんだけどね。人見知り先輩をしゃべとる、認識してくれない。あれ、これよう見たらこれ落書き書いてるやん、この黒板。これ写真撮ってもいいんじゃん。来た、反応した、ゲット。うまいな、確かに。あれ、まさかと思うけど、これ私たちじゃないよね。これ私たちじゃないよね。誰が書いたかわからなくて、私たち4人組じゃないよね。気のせいかな。ヘイシリ、職員室でちょ、アポイントメント取りましたとか、すごいしつこいな、こいつ。ヘイシリ、ヘイシリ。あ、時間が経ったら生徒の行動も変わるときがある。なるほど。そういうのもあるんやな。トイレ、トイレ、トイレを一つずつ開けていく女だぜ。あへい、閉めてはいけないぜ。どうせ外に出て中に入り出したら閉まってるぜ。見てみろ。はい、分かってるけど、もう一回開けていくぜ。もう一回開けていくぜ。一回閉めてね。もう一回開けて。で、やっぱり閉めては出ていかないぜ。男でいうところにも入る。ここは、男子トイレだよ。かまうか。かまうか。かまうか。男子トイレに対してのメッセージがめちゃくちゃ多いやな、これ。レパートリーが。あ、モナリザで。知らんのかい。モナなんとか、モナまで言ったらわかるだろう、お前。これ写真撮っていいんかな。ダメだった。あ、それは著作権があるからな。美術部じゃ、ここ。この絵で、この絵ってイカッチが描いたの。とってもうまいね。でもアイちゃん、描くって字間違えてるよ。アイ、ありがとう。そうよ、私が描いたの。この子ってモデルいるの。すごい可愛い。なんていうか、あれ、こいつ見たことあるぞ、なんか、お前。おい、これ、ちょっとランキング1位のやつちゃうん、これ、絵の子。おい、これランキング1位の子じゃないん、これ。急にインスピレーションが湧いたんだ。だから、自分でもよくわからないの。いや、急なインスピレーションでランキング1位の子を書いたんか、お前。でも、なんだか見たことあるんだよな、この子。あるよ、俺も。俺もあるよ。届く、届く。人が書いた絵でさ、高評価得まくって、これでお金稼いでもいい気がするぞ、お前。こっちも気になるな。これは何なん？
え、認識してくれんの？ほうほう。こっちも気になるんやけどな。大人の女性の絵だ。なんだかかっこいいな。そうで、ちょっと不気味だよ。あ、軽音楽部じゃ。イエーイ、センキュー。あ、それ練習の時までいいよ。それってさ、ライブの本番の時とかに言うやつであってさ、こういう物質での練習の時で言うもんな。めっちゃテンション高いな。ラララー、私は流れ者。なんかちょっと B 級感あるな。こいつらエレキギター持ってこいって言ったのに、まあ悪くはないけど、めめしくて。あれ、あー、軽音だな。絶対軽音だなお前。そうやな、最近ってさ、アニメに影響されて何か始めるとか多いからだな。今の時期だったらアニメに影響されてジム行くやつらがたくさんいるからな。いつの時代も変わらないわね。先生の時代は何が流行ってたんですか？へえ、お坊ちゃまくんですか。落書きやってる？2年のアフロくんから教えられたんだけど。アフロくん、そんなところまで影響力あるんか。落書きってあったな。これこれこれ、なんか押しても押してもさ、こいつにインクぶっかけるだけで終わりよわけだよ。3年生のところの3階の廊下はもう全部終わったな。トイレには何もないんかな。もうお、ミッションの写真撮れたのね。でもまだ始まったばかりだよ。せいぜい早めなさいね。何お前先輩ずらしてんだお前。先輩面できないようにポイント貯めてやろうか。あ、愛ちゃんどうしたの？こんな時間まで残ってて暇なの？課外活動中だよ。またいつものメンバーでくだらないことをやってるんだ。子供だね、愛ちゃん。そんなことを言うこの子は、夜ベッドでぬいぐるみを抱きながら寝ているという。どうした？お前ら。なんかイベント入りそう。ねえ、二人とも、何やってるの？攻撃。え？ねえ、ってば。わ！え？うわー！カット！そういう感じ。は？映画の撮影？そうだよ。いやー、いい映画撮れた。君、このまま主演やらない？やりません。ごめんね、アイ。どんどん何か起こるから許して。ごめんごめん。いやー、やっぱり怯えてるアイもかわいいのー。うん、女の子って怯えてる姿が一番可愛いと思うんだよね。本当にびっくりしたんだから、不意打ちは卑怯。アフロ君、お前か、アフロ君。ダンスしてるやん。パパイヤ鈴木やん、お前。これでこいつがアフロクじゃなかったら、お前ぶん殴るぞ、バギらしいぞって、ね。ぶん殴るわ、お前。君たち、落書きを探っているのかい？なんで知ってるの？同じミッションをやっている奴が何人もいたからね。それは見過ごせない話だな。遅れを取らないよう、急ごうぜ。それと繋がる話なんだがね、落書きをしてみたいと思わないかい？
まあ自分で書いてそれを取れば手っ取り早いのは間違いない。しかし落書きは犯罪だ。建造物損壊罪、気軽にやってはいけない。そこでだ、スマホの AR で書いてみてはいかがだろうか。 AR とは？君たちもやっているストーク記念写真、落書きアイコンがあるだろ。あるある。てかすごい気になっとったんやけど。そこから自由に落書きを書くことができるのだ。なんて素敵な時代だろうか。ほうほう、それで落書きしたらなんか得あるのか。落書きは世界中とつながっている。気に入られたらいいねが送られ、それがポイントになる。ランキングが上がれば人気者だ。ふーん、私は下手だからな。ランクは、記念写真のメッション、メインビッションとは別だからな。あくまで落書きポイントだ。落書きのプロってことだ。まあ実践あるのみだ。アプリのアイコンからいつも書くことができるぞ。さあやってみるべし。なるほど。よし、じゃあようやくできるんだよ、これ。気になっとったやつ、ようやくできるんだよ、お前。こうか。初回起動、データ確認中。どんな感じでできるん？ちょっと面白そうなんやけど、落書きとか。もうほんま落書きチェックだ。こいつ誰やねん。すっごい気になるやつだ、お前。自分で書いた自慢の落書きを投稿して、他のプレイヤーからいいねをもらおう。いいねをたくさん集めると、そのうち何かいいこと起こるかも。へへ。いろいろあるんじゃ。落書きしよう。なだら落書きしようぜ。カラメちゃんと雄大くんのあいあいがさー。セーブ。やったぜ。出てきたぜ。